はい、じゃあやっていきましょう。でね、鶴橋のね、準備ができたんで、まあ、とっとと行かないといけないんだけど、前回撮るの忘れてるよね。なので、撮りに行きましょうか、もう早めに。完全に忘れてるよな。で、他に、何か?あれってなかったっけ?エリナイト。で、まあ、今日はね、ダンジョン行きましょうか。ダンジョン行くんで、ちょっとね、その前にいろいろと準備をやらないといけないと。食べ物どうしたっけ、俺。ここら辺にしまったっけ?どこにしまったんだろう。でね、前回ちょっと動物小屋?もうね、いよいよ作ることにしたんで、依頼をね、大工に依頼をして、やってもらえることになっているはずなん、ここね、ほら。本当はね、この奥のところ、ここにやりたかったんだけど、ちょっとね、邪魔なものが置いてあったんで。で、これ出来次第、こっちに、ここら辺に入れるかなぁ。ちょっとね、空間があった方がいいかなと思って、ここに。それの方がいいかなと思ったんでね。ほんと逆だよね、ここも奥に入れればよかったよな。なんで手前にしたんだろう、俺。まあ今となっては、何も考えてなかったっていうね。ただそれだけなんで。コーヒー。わだっていっぱいあるよね、多分。あれ、卵、あ、2個か。オッケー。準備完了と。これ、ほっといてもいけるかな。ちょっとでかくなってるよね。ちょっとだけど。あ、これかぼちゃ。これかぼちゃか。いいなぁ。かぼちゃ、前回買いましたよね、俺ね。369。ああ、9個。9個か。もっと買えばよかったな。まあ、今となっては仕方ないんで。あ、これね。フェアリーも終わったんで、なんか入れましょうかね。芋だ、芋。芋って俺1個しか植えてないの、これ。もうちょっと植えてもよかったな。結構これ辺はまだと。トウモロコシできてんの、俺わかんないな。見分けがつか。連打しとかないとわかんないわ。もういい。オッケーオッケー。こんだけ取れれば上出来。お!蜂蜜。美味しい。で、ここら辺もいらないんで。これもいらないんじゃないか?いるのか?ぶどうってでももういらないよな。これ何これ?あ、芋か。芋は、ああ、かぼちゃね。ああ、これ。あ、どうしよう。エネルギーは回復するわけじゃないんだ、これ。へえ。ちょっと何か別で使えそうなんで、置いとくか、これ。気になるよね、かぼちゃ。で、トウモロコシに、フェアリー。あ、こんなもんか。じゃがいも。クランベリー。なるほど。かぼちゃに、蜂蜜、3個目。
ちょっとね、70、これ入れといてもいいな。違う違う、間違えた。食べ物どこ置いたっけ、俺。どっかに、あ、あっただな、あったあったあった。ここね。これに、これに、これに、これ。オッケー。これか？ブルーベリー116ってこれやりすぎじゃないか？やりすぎでは。ちょっと多すぎるよね。まあ、こんなもんか。いや、違うな。これが、こっちに置いといた方がいい。まあ、何でもいいんだけど。んで、あとはこうかな。ツルハシここに置いて、みたいな。とは個人的にはいいかな。はい、じゃあ。もらいに行こうか。カジヤ。あ、ちょっと待った。それだったらあれだわ。博物館に 地蔵できんのあったよね。なかったっけ？あったよね。どっかに見た。あったあった。あった。あった。意外とある。もうここら辺はもうないかな？あとは？これはもうないよな、多分。あ、これゴミって本当にダメなのかな、これ。あ、いけるんだ。よかった。ゴミでも再利用はできると。ないかな、もう。さすがに、あ、違う違う。その前にやんないといけないことがあるんだよ。種植えないとダメじゃん。何やってんの、俺。ここら辺で何かやれるもんない、これ。ないか。あ、粘土ここにあるんだ。え？粘土って違うとこにあったよね。あれ？もったいねえことしてんな。もったいなくはないけど、無駄なことしてんな。こっち置いとこう。で、あとは種をね、秋、どれ植えるかな？かぼちゃは時間かかるんで、これは植えないといけないんで、4で、あと5。これ夏、秋だから、あ、ブロッコリーだけかな。いや、まあ、これもやったらいいか。ちょうどいいね。これ全部なくなるかな。ここら辺に置いておきましょうか。ほ いっぱいできてる。2、3。で、秋の詰め合わせセット、ここら辺にどん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 入れておくと。あ、俺、ここ入れてないんだね。あれ？忘れてんのかも。ここ。オッケーオッケー。あとどこだろう。どっか入れてないところまだあるよね。ここら辺に詰め合わせ、入れておいた。あ、ちょうどいいね。ちょうどいいな。オッケーオッケー。いや、飲まない飲まない。ちょっと待って。マヨネーズは飲まないよ。体がびっくりするんだろう。これで準備完了ではなかった。やることいっぱいあんな、おい。餌は入れたか。で、あと海の方と鉱山の方にもあったっけ？
で、それをやったらもう準備完了かな。うん。まあ、やんなくてもいいんだけどね、ぶっちゃけ。ほったらかしでもいいんだけど。これ何これ？これなんだこれ？あー、ルナーライトね。あー。違う。もらっとこう。オッケー。これ、鋼だよ、鋼。鋼はやばいんじゃないの、これ。何がどう違うのかわかんないんだけど。あ、どうしようかな。あ、でも、板持ってないから、今やってもしょうがないか。金、あ、金5なんだ。あ、やってもいいのかな。まあでも、鋼の斧。鋼の斧ってやってもいいかもね。これはなんだ？ああ、アイアンでいいんだよね。ああ、どうしようかな。今のうちにやってもいいかもな。やるか？やってもいいね。やっちゃいましょうか。歯車。なんか、いっぱいあるね。山盛りになっている。あー、ダメか。まだ何も、触れないっぽいね。ケチだねー。散歩にいい場所。何してんの？ 何してんの？ああ、そういうことね。患者があんまり来なくて、商売になってないと。まあ、患者がいないっていうことは、まあ、平和なことなんでね。いいことなんだけど。医者の生活ができないのは良くないよな。まあ、誰か、ああ、気がしたらいいんじゃねえか？うん。カニ。お、ある。これなんだろう、これ。粘土。粘土って意外と取れる場所ないから、いいよね。取れるのもありがたいんじゃないか？なんもないの。しけてんな。あれ？俺なんかカニカゴってもらわなかったっけ？もらってないっけ？カニカゴをもらったような記憶があるんだけど、どこやったっけな？あれ？倉庫にしまったっけ？じゃあどう行くんだ？こっちこっち。いや、ブラックベリー。で、鉱山で、うん、カタツムリね。まあ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 、何もないよりはいいね。で、虫がもういないな。虫がないのか。それは良くないな。カニももういらないかな。ていうか、カニ取れないね。全然ね。アサリ、カニ、カニもな、置いといていいと思うんだよな。なんか、料理で使えそうだよね。とか言って貯めてたら、いつまで経ってもって感じになっちゃうんだけど。石。粘土、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 粘土と。あ、これ4個もあるんだ。4個もいらないよな、これ。いや、わかんないな。わかんないな。わかんないなって言いながら、どんどん貯めて、無駄になっていると。カニはないね。うん。ここら辺に置いとくか。
で、メガネ、メガネと。これ何だったっけ、これ。炭か。オッケー、もう行きましょう。結局もう4時だよ。どうなってんだ、これ。おかしいだろ。時間かかりすぎ。で、115でちょっとね、どれぐらい。おお、これ見てほら、2回でいける。これやばいな、これ。4、あ、4なんだ、これ。あー。チンだっけ。超過したいな。まだまだダメだね。もう一段ぐらい上げたいな。うん。早くなってんね。快適だわ。いいよ。いいけど。危ない危ない。いいけどね。あれ？階段が出てこない。階段が出ないと意味がない。そう、だからこれもいいんだけど、まあ、結局はっていうね、爆弾、いっぱい大量に用意しておいた方がいいんじゃねえかなっていう気にもなるよね。あれ？階段どこにあんの？ちょっと。俺は良くないな。あった。やっとありましたね。回復、え？ヒーラーなの？今回復したよね。回復っぽい音したわ、今。あいつヒーラーなのか？そんなことできんの？いや、これはちょっと聞いてない。お、カニだ、カニ。カニくれー。バンバン食べるね。まあ敵はいいんだけど、階段がちょっとね、出るのが、ちょっと微妙っぽいな。もうちょっとなんとかならんか、これ。ちょ。あれ？大森意外と硬いな。な、ここにあるじゃん。あるじゃん。出っ放しじゃん。何？何？あ、じゃ間違えた。気にかけてんじゃん、危な。エネルギー満タンだろうと。関係ないっていうね。体力はやっぱもうな、避ける気ないんで。減りまくるよね。あれ、ノックバックしないから、かなり危険だね。こいつかなりやばいな。うん。来るんじゃない。やめる。ああ、いっぱい来い、これ、コウモリ。
コウモリで編んだ蓋。掘る。掘るのはいいんだけど。ああ、出た出た。ラッキー。階段をね、出してくれるんなら全然ね、ってくれていいんだけど。嬉しいよね。ああ、虫の、あれ、出てきてないね。虫の肉だっけ？虫の肉、餌、作んのにいるから。手前に次回は行きましょうか。120に今回行ければラッキーということで。階段がどっかにないかな。今回は大変だね。階段来い。出て来い。うわぁ。鬱陶しい。やばい、時間的にやばい。階段頼むわ。マジか。これやばい。爆弾真剣に。あった。あぶねえ。骨の鍵。骨の鍵。へえ。まあ、てなわけで、帰りまし、お、ヘビだヘビ。これ何これ。怪しくないかこれ。大丈夫かこれ。鍵って、あれこれ階段もないのこれ。へえ。120で終わりなんだ。鍵ってどういうこと？骨の鍵って、あ、骨の鍵ってあれ？鉱山の鍵？違う違う違う。地下、下水道の鍵？そういうこと？もう120度終わりなのかな、そこ。それなら、それで、すごいんだが。マグマジオード。はい、というわけでね、頑張って、潜った甲斐があったんじゃないでしょうか、ということで、今回はこの辺で終了。